週も始まってまいりました。古谷聡のゆるくいこうでございます。WBC 日本が優勝したということで、もうバザイやった、おめでとう、日本最高、侍ジャパンということで、僕は1ミリもまだテレビを見ていません。はい、にわかな感じで盛り上がってみましたありがとうございます。話は変わってですね、チャット GTP って知ってます？チャット GPT、AI でね、何でもかんでも答えてくれるっていうやつなんですけど、Google の検索みたいにも使えるし、いろんなことが、調べられるんですね。それでお花の育て方を聞いてみました。僕ね、これでちょっと一本動画撮ろうかなっていうふうに思ってるんですけど、ペチュニアっていうね、春のお花の育て方をね、チャット GPT に聞いてみたんですね。そしたらなんとですね、かなり詳しく答えてくれました。ただちょっとだけ間違ってるところもありました。一応ですね、このチャット GPT4 っていう、有料プランでしか使えないやつ、月額20ドルで使えるんですけど、まだまだね、AI これまだ賢くないです。まだ賢くないなんですけど、これ可能性がすごいですね。何がすごいって、今まで習わなきゃいけなかったことが習わなくて済みます。これね、どんどん賢くなっていくんですよ。で、2025年にはシンギュラリティを迎えるというふうに言われていて、シンギュラリティって何かっていうと、人間の知能を AI が抜くよっていうタイミングが2025年に来るそうです。で、その時になったらもうね、誰に聞くよりもその AI に聞いた方が早いよねっていう、そういう時代になってくるんですね。で、お花の育て方をね、こう YouTube で日々発信している僕としてはですね、めちゃくちゃなライバルなわけですよ。お花の育て方を僕に聞かなくてもいいっていう、そういう時代がやってきてしまいます。で、このね、今はね、チャット GPT 面白いんですけど、水やりについて聞いてみたんですね。そしたら、ペチュニアは水が好きだから常に湿っている状態を作ってくれと。で、でそのやり取りでチャットみたいにやり取りができるんですけど、どのタイミングでお水をあげたらいいの、土がどんな状態になったらお水をあげればいいのって聞いたら、触って確認してっていう答え返ってきて、どれぐらい乾いたかとか、そういったのはまだ分かんないみたいです。そこはまだ人間の方が勝ってますね。ただこの AI がこれから、普及していくのがだいたい10年後ぐらいっていうふうに言われています。2035年とか2034年とか、それぐらいにはもう AI が一般に普及してくると。そうすると何が起きるかというとですね、アレクサ、お金を稼いできてって言うと、半日ぐらいでですね、口座にお金が振り込まれてくるっていう、それぐらいの、ことをやってくれます。あとね、うどんが美味しくなるようなお椀を作ってって言うと、一家に一台 3D プリンターとかが置いてある時代なので、もう安くなってるから、そうするとね、ウィーンって言って1時間とか2時間ぐらいで、お椀を作ってくれるっていう。なので職人さんたちもこれやばいんじゃないかなっていうふうに思っています。こんな時代になったらば何をしたらいいのかって僕考えてみたんですけど、お金もね、苦労せず入ってくるし、時間もたっぷりあるし、スキルとかをね、アップしたりとかするのってもう趣味レベルになってくるんですよ。で、そうなった時に人ってね、誰と一緒に遊びたいかとか、誰と一緒に、出かけたいかとか、何をしてたいかっていうのに、ね、注力するというか、フォーカスしていくと思うんです。その時に選ばれる人ってどんな人だろうって考えたら、やっぱり人間性が高い人とか、一緒にいて楽しい人とかね、そういう風になってくると思いますので、僕はですね、これから楽しい YouTube も楽しいラジオもたくさん発信していこうっていう風に思いました。今週もよろしくお願いします。 78.0FM ナハ。
あなたそれすごいよ。はい、このコーナーはですね、古谷が全力であなたを褒めまくるという、コーナーでございます。何をしていただくかというとですね、 YouTube のライブ配信もしくはツイキャスの方に入っていただきまして、今日やりきったこと、やりきれなかったこと、何でもいいのでね、コメントいただけると僕がそれに対してひたすら褒めまくるという、それをお届けしたいと思います。ですね、まずもう YouTube のライブ配信の方にですね来てるのですが、ちょっと待ってくださいね、見つけます、チョコチップママさんから、今日ではないけど月曜日に以前勤めていたコンビニ、現在はスーパーのレジからのお客さん、おじいちゃんにナンパされました。おお、すごい、まだまだいけますね。愛するひなが、いるからと丁寧にお断りさせていただきました。ひなというのはパパチンのことですね。おじいちゃん、仕事モード以外のママチンってめっちゃきついって知らないんだろうな。さすが、もうなんだろうね、ナンパされるってすごいじゃないですか。ナンパされるってやっぱりその人としての魅力、もうおじいちゃんが声かけるわけですから、もうね、若い子にね声かけるのとちょっと違うと思います。大人の色気だけではない、人間性ですね。人をね引きつけてしまう、思わず声をかけてしまったおじいちゃん、これもナイスなんですけども、チョコチップママさんが醸し出す人としての厚み、そして、女性としての魅力、これがですね、バチッとおじいちゃんに刺さって、思わず声をかけてしまったんじゃないかと思います。スーパーのレジ打ちとかコンビニのレジ打ちとか本当にね大変なお仕事だと思います。流れ作業の中にも笑顔を忘れないチョコチップママさんに拍手、おめでとうございます。続きまして、タオさん、去年から育てているライラックがつぼみいっぱいつきました。葉っぱもわさわさということでおめでとうございます。ライラックってね、寒い地域に、よく植わっている植物なんですけど、北海道ってねライラックがたくさんあるような通りとかがあるんですけども、そのお花ですね、ライラックってね育てるのめっちゃ難しいんですよ。で、咲いたらね本当にいい香りがするんですよね。これを去年から育てているライラックってことなんで、まあ、約1年越しにつぼみがたくさんついたっていうことで、もう1年かけてね愛情を注ぎ続けたライラックの晴れ姿がこれから見れるということで、このタオさんの愛情深さ、そして、生き物と会話をするこの知性、これがもう本当に素晴らしいなというふうに思います。今後もですね育てていって、さらに大きく、さらにたくさん咲かせてあげてください。ありがとうございます。続きまして、うっちゃんさん、ずっとほったらかしにしていたオリーブを植え替えました。やりきった、感無量です。お疲れ様でした。オリーブって鉢の中が根っこでパンパンになるまで結構放置しちゃうんですよね。で、それを植え替えるのってこの春になってから、内地の方は春だと思うんですけど、沖縄はですね完全に今日夏でした。暑かったです。で、それをねオリーブ植え替えるのって結構大変で、根っこをねある程度ゴリゴリほぐしたりとか、ずっとほったらかしにしていたってことは多分おそらく数年だと思うんですよ。そうすると幹もねかなり太くなって、重量もあるので一人で植え替えするのってなかなか大変だと思うんですよね。それをですね土作りから、植え替えをして、そして、水をあげて位置を決めて、鉢を動かしてとかね、もう本当に大変だと思うんですけども、今日は本当にお疲れ様でした。もうビール飲んでいいよ、お疲れ様。続きまして、いつこさんから、今日はメガネ用のビーズ作成をやりきった。おお、すごい。先週はリンゴジャムと翌日はマーマレードジャムを作りきったよということで、さすが、リンゴジャムの翌日にマーマレードジャムを作って、そして今日はメガネ用のビーズ作成をやりきったということで、メガネのね、首からかけるやつですね、ビーズってね、あれあると便利なんですよね。で、それをね自分のお気に入りにしよう
って思いついたことがすごいなっていうふうに思いました。このその日々ね、こうなんとなく過ぎていく日々ってあると思うんですよ。それをね、身の回りをお気に入りで埋め尽くすっていうのって、意外とみんなできてないことだったりするんです。それを自ら進んで手作りで愛着が湧くように、このねメガネかけるってやっぱ見えないからメガネかけるわけで、このビーズのね穴を糸通すのめっちゃ大変じゃないですか。それをやってることもすっごいですよね。でお気に入りの一品ができて、リンゴジャムとマーマレードジャムがあって、もうこれもう最高に食パンがうまい。そしてもう明日はリッツパーティー確定ですね、ビーズをかけてリッツパーティーをやってください。お疲れ様でした。サイさんから、お仕事残業なしでタスク全部やりきりました。できる女すごい。生まれ変わったら男性になりたいって言ってたサイさんなんですけど、残業なしでタスク全部やりきるってなかなかすごいです。これ集中力が試されますよね。僕はですね、タスクを2つ残しました。やりかけのタスクを2つ残しました。やりきれなかったんですよ。でやっぱそれを考えると結構詰め込んでると思うんですね、木曜日って。明日金曜日でラス1になっちゃうから、それは前にやっとこうみたいなものがあると思うんですね。それを全部やりきって残業なしで定時で上がってって、もう最高にビールがうまい。飲んじゃってください。お疲れ様でした。すごい。そしてコメントはどうかな。あ、いたいた。上原美香さん、お洗濯終わって今日は一日やりきりましたということで、さっきお洗濯が終わったのかな。夜のお洗濯僕も大好きです。ね、一日家事をやって、ご飯作って、それからお洗濯でしょ。でさっきだからやっぱ7時台だよね。7時台ってできればゴロゴロしちゃいたいじゃないですか。もうご飯食べた後にもうゆっくりのんびりしたいっていう時間帯だと思うんですけど、そこでね洗濯やって、で洗濯ってなんかね、とりあえずぶち込んで、ピッとボタンを押すだけの洗濯機もあるけど、やっぱね干すところまでが洗濯じゃないですか。でこの干すのってこうバンバンってこうバンバンってやって、で T シャツをねこうバンバンってやって芝伸ばして、何ですか、あの洗濯バサミにくっつけてこうパンパンってね、またシワを伸ばしたりとかピンピンとかやったりとかねしたりするじゃないですか。でそこの作業僕苦手なんですよ。でそれをちゃんとやってやりきるってやっぱすごいなっていうふうに思います。ここ沖縄ではですね、そこそこ、一般的なマンションには乾燥機ガスの乾燥機がついてたりとかするんですね。でほとんどの方がやっぱ梅雨とか、あと外に干しても乾かないので乾燥機に入れるんですよ。なので僕夜洗濯メインといっても洗剤入れてぐるぐる回して、終わったら乾燥機に入れて朝まで放置するっていう、かなり物臭な洗濯をやっております。で清水の舞台からですね飛び降りる覚悟でですね、昨年東京の事務所にはですね、このドラム型の洗濯乾燥機を購入させていただきまして、テレビを持ってない分、洗濯機に命をかけた僕なんですけども、あれは便利ですね。全部とりあえず入れてピッと押すだけで、洗剤からか乾燥、洗剤入れて柔軟剤入れて、すすぎもやってくれて、乾燥もやってくれるという、もう手たらくな毎日を送っております。はい、もう一個ぐらいいけるかな。やりきったが出てきました。ジュリアさん、やりきったことはお庭の植木剪定ハサミで買ってきてバツバツ切りました。やったことありませんということで、あれかな、剪定を初めてやったっていうことで初体験おめでとうございます。すごいね。これ庭木のお手入れってなかなか大変で、このね枝も普通の方は迷っちゃうんですよ。どっから切ったらいいのってところから迷ってて、YouTube のコメント欄に質問をしてしまうっていう、この流れが一般的なんですね。で、僕コメント欄は見てるんですけど、 LINE の質問はね今ね、ショートの方でお返しを少しずつやってるんですけど、コメントのね、ご返信ができてない状態です。ただこのねジュリアさん
バツンバツンって思い切って切ったってところがやっぱすごいね。この思い切りって大事ね。この歩き始めの右足を出すこの一歩、これをですねガツッと初体験やったジュリアさんに乾杯ということで、あなたそれすごいよのコーナーでした。ありがとうございました。 78.0FM Naha Your radio station Okinawa マネーレッスン。このコーナーは起業家である古谷が、毎週毎週ビジネスモデル、新しいビジネスモデルを考えて月に2万円から3万円稼げそうな、お仕事をご提案していくコーナーです。今日はですねすごいよ。あのね、沖縄ならではかなっていうふうに思うんですけど、意外とみんなやっていないけど需要はあるよっていうやつですね。移住してきてですね、約2年なんですけど、僕の場合はなんで、このね旅行に行く人たちの気持ちがまたちょっとわかるんですね。移住が5年以上になると旅行しに来る人たちの気持ちがわからなくなってくるので微妙な感じなんですけど、本日はこちら、アクティビティ屋さん。アクティビティって何っていうふうに思うかもしれないんですけども、このね沖縄って沖縄ならではの遊びっていうのがあるんですよ。そして観光に来られる方が、持っている情報源と住んでいる方が持っている情報源って違うんですね。だから、地元の方が行くお店と観光客の方が行くお店って、全然違ったりとかします。でね、これ僕が目をつけたのはアクティビティ屋さんということで、自分のねやっている趣味、これをね観光に来たお客さんたちと一緒に楽しむっていう、そういうお仕事です。例えば僕だったら釣りなんですね。で、釣りのお話、釣りを題材にしたやり方を今日はお話ししますけども、パチンコ、あのね沖縄はねパチンコ文化すごい、パチスロとかね、この辺も行けると思いますし、あとはね一緒にデカ盛りのお店に行って完食するっていうアクティビティはありです。デカ盛りのお店がですね異常に沖縄多いです。僕もですね罠にはまったんですけど、クリスタルっていうねお店が喫茶店なんですけどあるんですけど、何を頼んでもデカ盛りで食べきれないっていう、こういう体験をしたことがあります。器に入れて持って帰りました。あとね、沖縄文化を一緒に体験するっていうのもありで、例えばね沖縄文化で言うと織物ってやっぱ盛んですね。那覇っていうか首里だね、首里の織物もあれば、ハエバルの織物、ハエバルかすりっていうのもあったりとか、あちこちね場所場所で織り方が違ったりとかするんで、織物とかが好きな方の場合には織物一緒に織るとか、黒糖作りとか塩作りとかできますね。あとね、海のそば、ちょうど昨日が新月だったんですけど、昨日はね、行ってる方も多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですが、タコ拾い、これあるんですよ。タコ拾いっていうのが、あのね引き潮の時に、干潮を迎えたね海辺に降りていって、タコを捕まえるっていう、これね取れる人、イイダコを捕まえるんですけど、取れる人はめっちゃいっぱい取るらしいですね。それからアダン網とか月桃の蒸留水作りとか、あとクバの葉っぱで作るカゴ網とか、あとねベチパーって言ってイネ科の植物なんですけど、ベチパー、アロマにもあるかな、ベチパーで編む帽子とか小物とか、こういうねなんか自分がやっている趣味っていうのを沖縄の文化の一環としてアクティビティとして取り入れていくっていう、こんなお仕事をご提案します。で、僕がですね
できるなって思ったのは釣りなんですけど、僕ね、あの毎週とは言わないけども、こっちに来てからね釣りを再開しました、釣りどれぐらい僕やってたかっていうと、あのね、小学校の2年生ぐらいからスタートして、社会人になって独立するまでの間だから28歳ぐらいまでずっと釣りをしていました。釣りのプロになろうかなって思ったぐらい釣りをやってました。どんな釣りをやってたかというと、ブラックバス、シーバス、ヘラブナ、この辺ですね。鯉釣りも子供の頃はやってました。で、まあまあ上手でした。はい、上手でした。で、あのね、この釣りなんですけど、沖縄来てねまた再開したんですが、海釣り面白いです。で、この沖縄の特徴っていうのはね、あの僕ね、あの前回沖縄本島一周釣りの旅3泊4日っていうのを男友達と一緒にやったんですけど、ね、丘から本当に釣れないあのポイントがね、船乗らなきゃ、あのなかなかポイントにたどり着けないっていうのが沖縄の特徴なんですけど、船に乗って釣りするのは船長さんがいて釣らせてくれるんですね。だけど気軽にこうね、丘っぱりっていうんですけど、海岸からとか浜辺から、ビュンと投げてね、釣るっていう、これをポイントを教えてあげたりとか、一緒に行って釣りをするアクティビティ、これをね地元の人に教わるっていうのは、結構この釣りファンの人たちにとってはたまらないたまらない企画です。友達とはいえ4人集まったんでね、あの土平日の4日間で4日間ですよ、4日間会社休んできてるんですよ、みんな。それぐらい、あのやっぱり地元の人の話聞きたいとか、地元の人と一緒にポイント回りたいっていうのがあるんですね。で、このね、一緒に遊んでお金がもらえるっていうのがやっぱすごいところで、もしねマンツーマンで行くんだったら、僕ね、その朝の9時10時ぐらい、あの朝6時ぐらいから釣り行くっていうのはって一般的だと思うんですけど、ゆっくり出発でいいと思うんですよ。あとはまあ相手の方に合わせてあげる。で、終わりがまあ、午後3時4時ぐらいに終わったりのかなっていう、まあ1日っていうか半日っていうかね、そんな感じですけども、そのお昼を食べる時間帯ってあるじゃないですか。そこに美味しい沖縄そばのお店を絡めてあげるとかね、地元の人が知っている。あとは、沖縄の定食屋さんってあっちこっちにあるんですけど、美味しい定食屋さん、デカ盛りを一緒に食べるとかね、ありですし、あとね、釣った魚を、買い取ってくれるお店があるんですね、居酒屋さんとかで。で、そこを教えてあげて、釣れた魚そこに買い取ってもらってもいいし、あとは釣った魚を調理してくれるお店なんかもあるので、そこをね、お店を教えといてあげるとか、自分が行きつけであればそこのお店の大将に一言ね、こういう人がいる、行くからって言ってよくしてあげてなんて声かけてあげたら、こう来た人はめちゃくちゃ喜ぶと思うんですよ。で、金額の方なんですけど、これね、いくらでもいいと思います。そもそも遊びがベースになっていて、むしろ全国に釣り友達ができちゃうみたいな企画でもあるんですよね。で、もしするのであれば、僕はね、マンツーマンだと1万5000円ぐらい、いただきたいですね。車出して、一緒にポイントまで行ってぐるぐる回、1日回ってみたいな感じなんで。で、2人だったら1人頭7500円で、トータルが1万5000円になればいいし、3人で来てくれれば、1人5000円とかね、だったらもう気軽に入りやすいのかなっていうふうに思います。もちろん値段は上げてもらってもいいし、例えばね、1人頭、8000円ぐらいで、ね、3人とか集まったら2万4000円になるわけじゃないですかね。そんなんで、例えば毎週とは言わずとも月に2回とか3回とか、そんな風に出ていく日があったら、これすごいですよね。だって8000円で3人来て、月に3回、一緒に釣りに行ったら、これ7万3000円とか、これすごいお小遣いになるね。これやばくないですか。竿変えますよ。リールも変える、ルアーも変えちゃうみたいな感じですね。餌釣りが好きな人は餌釣り教えたりして、棒でね一日やってもいいし、僕はルアーマンなんで、ルアー釣りで、ポイントとか、あと釣れるルアーを買いに行くところからスタートしてもいいなっていうふうに思ってるぐらいです。あのね、釣れる色があるのよ、あの丘から。いろんな色試したんだけど、あのね、釣り具屋さんの店員さんが言ってた色ももちろんいいんですけど、僕が見つけた、ルアーの種類と、
色、これはですねちょっとシークレットなんで言えないんですけどあります。で、僕はそれをいつもあのね魚が釣れるとでボロボロになってくるわけ、海の魚って歯が鋭いから。でこれをねあの教えてあげたりとかすることができるし、プレゼントしてあげてもいいと思います。ツイキャスの方にコメントが、あいつも、ありがとうございます。おかずりのっていう、そうです、おかずりなんですよ。おかずりをやっていきたいなと僕は思っています。で、これをね例えば泊まりでやる場合にはいくらとかでもありだし、そうね他の釣り仲間に声をかけてもいいと思います。こんな風にやっていただいても面白いんじゃないかな。で、その人が満足して帰ってくれたら、必ず口コミが発生します。これ面白いところで、沖縄ってやっぱり観光に来る方ってめっちゃ多いんです。北海道沖縄この2つがやっぱ多いなっていうふうに思っていて、で来たらやっぱり遊ぶっていうのがメインなんですね。出張で来られる方もいますけど遊ぶっていうのがメインなんですよ。なので、竿をね貸し竿をやってもいいし、竿を、飛行機で一緒に持ってきてもらってもいいと思うんですけど、それでやっぱ楽しみに来るんですよね。でその時に釣りをやる人には釣り仲間がいるんです。この人たちにいやめっちゃいいポイント連れてもらったよって、言ってくれたら、あの人すごい良かったよって言ってくれたら、どっかにこう露出しなくても紹介が発生したりするわけです。で釣りが趣味だから僕の場合はその、メルマガを作って、これから行こうかなって検討している人とか、もう一つは行った人たちに対して、メルマガで、今日の釣果とか今こんな状態ですっていうのをこう日々発信するんですね。そうするとこう友達とねこう SNS でつながってるような感じになるじゃないですか。もちろんそのインスタでつながってもいいし LINE でつながってもいいんですけど、メルマガだとねこう圧倒的多数の方に届けることができるし、メルマガに登録するフォームっていうのもあちこちに準備されてるので、今更メルマガって思うかもしれないけど、このメルマガがね、めちゃいいと思います。 YouTube よりはいいですね、気軽に読める。こう動画って僕 YouTube やってて思うんですけど、動画を見るのってちゃんと時間を取ってから見たいなって思うんですよ。でメルマガってなんか時間がない時もさささっと見たりするんですね、流し読みしたりするので、ちゃんと目に触れる機会が多いなっていうふうに思います。そしてこのメルマガとかあとはお金をいただいたりとかするためのフォームってやっぱ大事じゃないですか。どこのプラットフォーム使うのかっていうので、これねリザーブストックっていうサイトがあります。リザーブストックで僕も今日ここ登録したんですけど、ここがめちゃくちゃ使いやすいです。一般的にはこうセミナーとかねそういったのを受け付けてるようなサイトなんですけど、無料で使えて、なおかつ、予約とかもできるし、なんていうのかな、いろんなそのメルマガの登録とかも無料で受けれるし、お客さんの情報もちゃんとストックすることができるので、ここめちゃくちゃいいですね。そしてツイキャスの方には、出張の連中も死に遊んどると書いて出張来ても遊んじゃいますよね。ではちょっとね YouTube の方のコメントを見てみたいと思います。欲張りガーデナーミルチャンネルさん、釣り好きですいいっすね。いつこさん、タコが取れるの羨ましい、取りたて食べたいとか、あとはネズミアメリカさん、ラジオ局どこですか、昔はよく聞いてましたが今は聞いてませんということで FM 那覇です。あ、沖縄なら森が良さそうってことで、森でねこう魚をつくやつ、これも楽しめますよね。確かに確かに、あれ なんて言うんでしたっけね、なんとか好きって言うんですよね、何好きって言うんですかね、はい。でダイバーの方たちが潜っている場所には魚います。ただ食べれる魚がいるかどうかはまた別ですけどね。えっちゃんさん、釣りとバイクは人生ずっとかな、園芸は復活しましたということで、もう釣りとバイクってなんかいいっすね、僕もやりたい。それからこれぐらいかな。
はい、園芸の質問がですねかなり来ておりまして、そろそろ園芸の質問に移っていこうかなというふうに思います、今日のマネーレッスンいかがでしたでしょうか、思わず月に7万円以上稼げてしまうというこのマネーレッスンのコーナーすごいな。無料でこういうのをどんどん毎週ばらしている僕もあれですけど、はい、みんなで頑張って副業やってみましょう。ありがとうございました。園芸相談始まりました。今週も始まりました園芸相談の時間です。もう待ちきれないということでね、 YouTube の方も、コメントが続々と入っておりました。ちょっとですね見てみましょう。ネズミアメリカさん、あのハンドルネームが最高にいいっすね。ネズミアメリカさんいいっすね。こんばんは。20年育てるとっくりランですが、挿し木して仕立て直ししたいのですが、切ってオルトランに浸し挿し木できますか。オルトランではなくて切って、水の中突っ込んで、その水の中にですね、メネデールを入れとくといいです。お住まいの地域にもよるんですけど、そろそろね、まあ、内地の方も暖かくなってきたんで行けるかなとは思うんですけど、沖縄だったらもう一年中行けます。そして、内地の方だと最高気温がね20度ぐらいになってからの方がいいですね。今ね最低気温がまだ、東京でも10度とか12度とか、そんな感じだったりするので、おすすめはとっくりランだったらかなり高温を好むので、連休5月の連休ぐらいになってからの方がいいかなっていうふうに思います。枝を切ってね刺しとくだけ、刺しとくっていうか水につけとくだけで根っこ出てくるんで、出てきたら、土の方に植えてあげてください。で秋までにはしっかりと根が回るようにしたいので、あんまり大きい鉢に植え込みすぎないようにしてください。ちっちゃい鉢、枝の太さにもよりますけども、細い枝だったら 2.5 寸7センチとかね、9センチとかそれぐらいの鉢に植えると、秋までには根っこが回ると思います。続きまして園芸の質問、いやサイさんがジグだ、釣り上手な方向けですねということで釣りのことよくしてますねサイさんね。じゃあ園芸の質問に集中しましょう。はい、美佐子さんこんばんは。こんばんは。デフェンバギアを室内管理で何鉢か育っていますが、毎回枯れてしまいます。明るい部屋や薄暗い部屋などいろいろな場所に置いてみましたが、いつも枯れてしまいます。どんな環境であればうまく育てられますか。室内管理方法を教えてください。デフェンバギアの育て方動画は見てますということで、ありがとうございます。デフェンバギアもそうですし、他の観葉植物もそうなんですけど、比較的デフェンバギアとか、あとゴムノキ系、フィロデンドロンって言われてる種類ですねとか、その後にヤシは、強い日差しが欲しいっていうよりも温度が高めで、で一個すっごい大事なのがあって、風通しの良さなんですよ。で観葉植物がお部屋の中でいまいち育たないっていう方の場合は、風通しがあんまり良くなくてすっごい暑いとか、風通しはいいんだけど冬場すっごい寒かったとか、こういうね二通りのパターンがあります。これ何が起きてるかというと、単純に結論だけ言うと、サーキュレーター回しっぱなしにすればいいですよっていうだけなんです。それで風通しは確保できるんで、それだけでいいんですけど、鉢の中の土が乾かないんですよ。風通しが悪くて暑いとか、風通しが、いいんだけど寒いっていう状態って、なので、ここをね改善してあげるだけで超育つようになるので、ぜひやってみてください。簡単です。2000円か3000円の投資、
サーキュレーターを明日ホームセンターで買うか Amazon でポチッとしといてみてください。続きまして、ジュリアさんからの質問です。4月に入ったら東向きに何か植えたいのですが、おすすめなお花ありますかってことで、4月まあ暖かくなってきて、まあ、暑さ寒さも彼岸までなんていうね言葉があるんですけど、彼岸前にもうすでにですね、暑くなってきております。内地の方はですね、気温が安定して、まあ4月になったら雨も降るかなとは思うんですけど、東向きって最高なんですよ実は。何でも育ちます。どんなものでも育ちます。僕がおすすめは、見てて楽しい夏に最高ブーゲンビレア、もしくは、見てて楽しい育って大きい、ニューギニアインパチェンス、まあ、サンパチェンスとかニューギニアインパチェンスとかこの辺ですね。あとね、ひまわりのシンジェンタさんのひまわりなんだっけあれ、ね、名前忘れちゃいました。シンジェンタの担当の平野さん、申し訳ございません、名前忘れました。ひまわりですね、いっぱい咲くやつですね、100輪以上咲くやつです。それはおすすめです。この辺いいと思います。それから、上坂美香さんからの質問です。 M&B フローラのモナラベンダー、買ってから半年経ちました。8号鉢で高さ50センチ、室内窓際で育ててます。このまま育ててもいいでしょうか、新芽もたくさんですということで、大丈夫です。モナラベンダー、あれはなんだっけ、モナラベンダーってカーパスとかあの辺の仲間ですよね。ラベンダーじゃないんですよ、モナラベンダーっていう色というか品種ですね。どっちかっていうと室内好きですね。日陰も強いし、暖かくなったら外にも出せるんですけど、葉焼けがちょっと心配です。葉っぱがいきなり強い日差しだと葉っぱ焼けちゃうと思うんで、室内で観葉植物的に育てていただけるといいと思います。8号鉢で高さ50センチでよく育ってるってことなんで、もう今の場所が最高だと思いますよ。上手、さすがです。宮本泉さんからの質問、こんばんは。ゴムの木ですが、枝切りをして水苔に入れて少し時間を置いて鉢に植えます。最近なかなかそれがうまくいきません、なんかコツはありますかってことで、単純に寒いんだと思います。ゴムの木って一回と高温が好きなんですよ。発根するにも、育てるにも寒いとやっぱ苦手なんで、最低の室温が、20度以上の状態でやっていただくといいと思います。簡単なんで、ぜひね試してみてください。それから、これは、マクズの宮さんからの質問です。こんばんは。こんばんは。今年バラの花をつるバラ、木立製のバラと合わせて13鉢植えました。すごい、これはもうバラの園になってしまいますね、お家がね。鉢の置き方で何か良い鉢の置き方があれば教えてください。ちなみにバラはすべて新芽が綺麗に芽吹きました。均等に、日が当たるようにしたいので、どっちかっていうとひな壇って段々になってるね、このひな壇の状態にしてあげるといいです。やっちゃんがやってる置き方ですね。ああいう置き方だと、比較的日が均等に当たってくれるんですよ。ただ一方向なんで360度ではないです。でも置き方はいいですね。で1日ごとに鉢をね、45度ずつ回していただく、90度ずつガラッガラッってこう鉢をね回してあげると、均等に日が当たるようになってくるので、そういう置き方していただくといいと思います。お薬撒いたりする時も楽だし、お水あげる時もね楽なんですよ。これのやり方って、うちのじいちゃんがやってましたね。うちのおじいちゃんは盆栽がめちゃくちゃ好きで、盆栽をですね200鉢ぐらい家に持ってたんですね。で庭が全部盆栽だったんで、僕の実家っていうのは、なので、夏になるとですねカエルが来て泣いてました。余談でした。続きまして、ちびはなさんからのご質問、はじめまして。はじめまして。花壇の花管理をし始めました。古谷さんの動画を参考に、先日バーベナ、カリブラコアなど、苗を植え付けました。まだまだ小さな苗ですが、切り戻しをしたいと思います。ですがしばらく雨の天候ですが、切り戻しして良いでしょうかってことで、切り戻し不要です。しなくて大丈夫です。
カリブラコアを切り戻すのはやっぱ苗の形をまず見て、結構茂ってるのであれば切り戻す必要はないです。あとバーベナも同じで、なんかねこう間延びしてきたなと思ったら切り戻すといいです。でね、このタイミングで切り戻しをすると何が起きるかというと、植え付けたばっかりじゃないですか、まだ根っこが根付いてなかったりとか、あとは、栄養をねこうしっかりと吸収することができてなかったりとか、あとは葉っぱの枚数も少ない上に切り戻しをしてしまうとさらに葉っぱの枚数が減ってしまうので、それでね、なんていうのかな、光合成ができなくなってきちゃうんですね。できないわけじゃない、少なくなっちゃう。そうすると枯れやすいし弱くなっちゃうんで、しばらくはこうね好きなように伸ばしてやってください。で、切り戻しをするタイミングなんですけど、なんとなく見た目がだらしなくなってきたとか、わーって咲いたお花が一回終わったとか、何らかのサインが出てきます。感覚としては見た目がちょっと汚くなってきたぞっていう時に、切ってあげるといいですね。髪の毛と同じです、はい。そんな風にやっていただくといいと思います。頑張ってね。続きまして、チョコチップママさんからのご質問。渋滞情報で有名な神奈川県秦野中井、近郊在住で2階の南向き窓辺近くでハイビスカスを育てています。すごいですね、秦野中井インターってね。毎今年ね、このお盆の時とかめちゃくちゃ渋滞してますよね。渋滞、秦野中井インターを先頭に渋滞40何キロとかそういうレベルで混んでましたね、昔はね、はい。以前9月、今からの季節にやってはいけないことを拝見したのですが、この動画を出した記憶はありますね。ただ、何を喋ったのかが覚えてない、植え替えは新芽が出た後の4月後半から5月頃とのことでしたが、3月22日水曜日現在つぼみが開きかけています。今日、開花。このまま花を咲かせ続けてしまっても大丈夫なのでしょうか。これハイビスカスの質問ですね。全然大丈夫です。沖縄なんて植え替えなんてしてませんそのままです。たまに気がつくと、ガーッと切ってるみたいな感じなんで、特にね植木っていうのはすごい強いんですね。ハイビスカスって木なので気が向いた時にやるぐらいでいいんですよ。ただ寒さに弱いんです。沖縄は冷えないんで問題ないんですけど、秦野中井インター付近だと結構冷えるんですね。なので、本当にもう冷えが来ないよっていうようなタイミングで、もうこれでバッチリ大丈夫っていうタイミングで植え替えをしてあげると根っこの動きも早くなるんで、植え替えた後のパフォーマンスが良くなります。一旦ねハイビスカスって上がってきたつぼみが全部落ちたりとかするんですね。植え替えをすると根っこいじるとやっぱり落ちちゃいます。でも根っこいじって植えてもらって全然構わないし、一回落ちた、つぼみもねまた根が回ってきて肥料をあげたらガンガン咲いてくれるんで大丈夫、安心してやってみてください。そろそろラスト2個ぐらいの質問にしようかな。ニライカナイさんからのご質問。カラーのフローズンクイーン葉っぱがなくなってしまいました。はい、これからの管理方法を教えてください。地植えにしても大丈夫ですか。大丈夫です。カラーのフローズンクイーン強いんで、ああ見えてなんか葉っぱを見るとすっごい特徴的な葉っぱの色をしてるので弱そうに見えるんですけど強いんですよ。ただいきなり枯れることはあるんです。なのでそれじゃないければいいなっていうふうに思っています。地植えにしちゃって大丈夫です。リカコさんから、こんばんは。今日膨らむ培養土届きました。春夏のお花植えるの楽しみです。ありがとうございます。お買い上げありがとうございます。膨らむ培養土っていうのはうちのオリジナルではないけど、日本で今うちしか使ってない培養土のことですね。はい、ではまだ答えてない方最後に答えて終わりにしたいと思います。384103から、バージニアストックの苗を買いたいのですがどこにも売ってません。いつ頃で回りますか。バージニアストックは春で回るやつと秋で回るやつがあります。で今も作ってるのかな、長森さんっていう生産者さんがいるんですけど、千葉の生産者の方で宿根草とかをたくさん出してるんですけど、その方が秋に出してましたね。
今年去年は出してたかどうか分かんないんですけど、お近くにジョイフル本田さんとかがあれば聞いてみるといいと思います。園芸でいうとね、ホームセンターさんはジョイフル本田さんが強いし、あの有名園芸店と言われてるところに行って、バージニアストックって、今の時期出てますかっていう風に聞くといいと思います。ということで園芸相談のコーナーでした。たくさんのご質問ありがとうございました。役に立ったかな。今週の星読みということで、先週に引き続きまして今週のね星読み結構やばいです。来てます、来てますよ、来てます。加藤チャンネルさんが来ましたね。加藤チャンネルさん、こんばんは、ありがとうございます。ちょっとあのコメントにあんまり答えられないかもしれないんですけど、今から星占いの時間になっております。はい、今週のテーマは自由と責任です。ちょっとね、あの真面目モードな感じになっちゃったんだけど、あのねすごいの、今日ねこの僕の放送が終わった後です、冥王星がヤギ座から水瓶座に入ります。この天体の動きが、240年ぶりなんです。あのね、いわゆる風の時代って言われて久しいんですけど、数年前から風の時代とかってね言われてきたじゃないですか。それが本格的に始まるのが今日。やばい。ということで僕もですね、先ほどから7時ちょっと前ぐらいからかな、頭痛いんですよ。もうねグイン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 来てるんですよね。エネルギーが高まっている最中です。でこのね、冥王星ってどんな星かっていうと、破壊と再生を意味する星で、一番と地球から遠くにある星、と言われてます。一応準惑星っていう感じになってるので、このね正式な星いわゆる、惑星としては見なされていないんですね。でこの冥王星が動くっていうのは、一番動かない星座、星が星座間を移動するっていうのは、これすごいインパクトのあることが起きます。冥王星が意味するのは破壊と再生って言いましたけど、時代を象徴するっていうふうに言われています。なのでここから約15年ぐらいをかけて、風の時代っていうのが、始まっていくというか、継続していくというか、そんな感じなんですね。で、この水瓶座が意味するものっていうのは何かというと、平等とか個人主義とか、それから革新とか尊重するとか、インターネットとか、そういったものを意味しています。では今までいたヤギ座、まあ、今もいるんですけど、ヤギ座が意味するものって何かっていうと、社会的地位とかお金とか、真面目さとか勤勉さなんですね。僕の生まれた星座はヤギ座なんですよ。だ僕みたいな感じ、あちょっとそれ違うまあね、真面目とかね、お金とか社会的地位とか政治とか、そういうのがヤギ座なんですね。でこの水瓶座ってもうその真逆じゃないですか。で真逆の時代をこれから作っていくよっていう状態なので、古いものを壊して新しいものを生み出していくっていうフェーズに入っていくんですね。でこれがここからね約ね3年から5年ぐらいで強烈に世の中が変わっていきます。でまずは、まあ、そんなこんながあるので、まあ、変化に皆さん対応していきましょうねっていうのが、僕からのメッセージなんですね。で、今週ちょっと細かく見ていくと、自由と責任を感じていくような1週間になるだろうなっていう感じなんですね。で、明日はね、自分のルールと潜在意識の変化っていうのが起こりやすいです。自分のルールに気づくって言った方がいいのかな。私はこうするのが心地いいとか、他人とは違うよっていう、その自分自身の在り方みたいなものっていうのを意識した時に、その中で潜在意識が変わっていく、要は無意識の部分で、いろんなものが変わっていくよっていう感じですね。そして、土曜日
愛について考える出来事が起こりそうです。愛について考える出来事が起こりそうです。そして日曜日、話し合いの場があるかもしれません。日曜日は話し合いの場があるかもしれません。月曜日は特にあまり変わりもなく、引き続き話し合いをしているのかもしれませんね。で、火曜日に気づきが生まれやすいです。自分の内側に入り込むっていうような、一日になります。水曜日、私とはという問いのきっかけが起きてきます。これなんかね、今僕深いことをめちゃくちゃ言ってると思うんだけど、自分の在り方と潜在意識が動き、愛について考える出来事があり、話し合いの場が設けられるというか、自然とそういう流れになっていって、気づきが生まれて内側に入り込むきっかけになり、そして私とはっていう、一番最初にね、この自分ルールっていう金曜日に起きることを言いましたけど、そこから私とはっていう問いのきっかけにつながっていくという、皆さんどんなことをイメージされました？これ多分自分自身がイメージしたことっていうのが起きてくるんですよ。それが直感で思ったことっていうのが、自分自身が今フォーカスしているものなんですね。なので例えば、パートナーシップに関してのことを思い浮かべた方っていうのは、今それ自体に対して、満足なのか不満なのかって言ったら破壊と再生なんで、テーマとしてはテーマというかね、起きることは破壊と再生なんで、パートナーシップがいまいちって思ってる方もいれば、今勤めている会社がいまいちっていうふうに思ってる方もいるかもしれないし、もしかするともうちょっと浅いところで、浅いところというかね、気軽なところで自分の一日の過ごし方とか、趣味との向き合い方とか、ペットとの向き合い方とか、住んでる場所とか、稼ぎ方言ったかな、そういうことも入ってくるかもしれないです。なのでそういう部分を意識して、日々過ごしてみると、このね、自分はどう思ったのかなっていうのを意識して過ごしてみるとね、意外と気づきって多かったりするので、ぜひ試してみてください。ちょっとコメントを読んでみますね。塩せんべいさん、破壊と想像みたいな、えっちゃんさん、僕の生まれたかった星座、ヤギ座のことかな。上坂美香さん、古谷さん結婚かな、いやまだだなまだだなと思うな、なんか離婚問題みたいなみたいなコメントもいただいております。そして、サイさん、夫婦仲だったので破壊と再生はやばい匂いが、関わり方の違いを、明確にしていくっていう感覚もあるんでね、意外と大丈夫かもしれません。あ、もはるみさん、いつもありがとうございます。和江さん、古谷さんの結婚はまだだなと思います、けども、何が起きるか分かんないもんね、はい、まあ何が起こるか楽しみではありますけども、この星読み、毎週楽しみにしている方もいるのかな、役に立ってるかななんていうふうに思いますけども、今週は本当に自由には責任がついて回るっていうことで、自由を謳歌するためには自分で責任も取らなきゃいけないよみたいなところがあります。破壊と再生、自由と責任、そんなイメージの1週間でした。今週もあっという間でした。最後まで皆さんお付き合いをねしていただいて本当にありがとうございます。こうね、コメントを読んでいると本当にこうね、皆さんが楽しんでいるのがよく伝わってきてありがたい限りです。そして、何がいいって、初めてコメントしますっていう方が入ってきた時に、皆さんがねこの歓迎をしてくれているっていう状態が僕はとっても見てて、嬉しくなります。そして、常連さんが入ってきた時に常連さん同士の挨拶があるっていうのもすごくあったかいなっていうふうに思うんですね。で、こういう場ってなかなか世の中にはなくて、顔わかんないけど、ハンドルネームは見たことあるよとか、なんていうのかな、たまり場っ
って言ったらね言い方があれですけど、この時間帯にねこの8時から、主婦の方とかが外に出て友達と遊んでいるっていうのってなかなか難しいと思うんですよ。なので、そんなね、たまり場的な、居酒屋的な学生時代のノリでね楽しめていったらいいなというふうに思っています。ミカさんがねもう終わるよねもう終わるよねというふうに言ってるんですけど、そうなんです、もうすぐ終わってしまいます。はい、残りが30秒ぐらいかなということでね、はい、今ねフェイントをかけてみたら大城さんですね、一瞬こう音が小さく大きくなってみたいな感じでこう手作業で、毎日頑張っておりますということで、今週も本当にありがとうございました。また来週もね、来週はかっちゃん来るんでね、皆さんまた集合してみてください。ありがとう、さよなら、バイバイ。